はい、皆さんこんにちは。こちらの iPad 2018年モデル第6世代はですね、使い始めて約1ヶ月がね経過いたしました。その間できるだけねこっちの新しい方をね使ってみていたわけですけども、もともとですねこの iPad Pro のね 10.5 インチを使ってましたんでね、このどうしてもね比較みたいなものもね目が行きますけども、結果としてね一月使ってみて自分だったらどっちがいいかなとかね、この特性の違いとかね、その辺を一月しようというところでまとめていきたいと思います。はい、それではね、まずやはりね、ボディサイズがね、どうだったかというところで、やはりね、このボディサイズは、初代の iPad Air とね、これ同じサイズなんですよね。だからPro 10.5 インチより少し分厚くて、少し小さいということで、これね、使ってみてね、快適だったのはね、ボディサイズって意味ではね、この iPad の方なんですよね。このね、カバーつけてもつけなくてもね、この持ち歩くのにね、非常に、こうね、小ぶりでいいサイズなんですよね。だからね、この、重ねてもね、このぐらい差しかないんだけど、結構ね、高評価でしたね、私は。はい、それでお次、画面サイズですね。やはりね、このベゼルのね、太さがだいぶ違うということで、これを写真はね、普通に表示してみた感じですけども、こんなようなね、この画面の表示領域にね、差が出るんですけども、これ拡大表示するとねこういう感じだ。拡大表示した感じだとね、大きな差は感じないっていうね、そんなようなね感じでしたけども、で例えば動画の16対9のワイドはねどうかというとこんな感じになりますよね。再生してみる分にはね大きな差はね感じないというところはあります。で映画のこれ 2.35 対1ってやつですけどね、これだとね、ちょっと差が出るのかなってとこでしたよね。はい、それでパフォーマンスで言うとですね、Geekbench 4の数値を見るとね、こんな感じなんですね。左の2つです。シングルはね、そんなに差がないんですが、マルチコアの方でやはりね、差が出ています。ただね、これ iPad Pro の 9.7 インチを上回ってきたというね、結果が出ています。で、大体この iPhone もね、含めた順位で言うと、iPhone 7 Plus と、iPad Pro 10.5 インチの間ぐらいにねつけてるんですよね。これ素晴らしいですね。でこのグラフィックについてはさすがにね iPad Pro の 9.7 インチの方がね上回ってきたというところで、グラフィック面がね若干抑えめになってるのかなっていう印象を受けました。そう、それでカメラがね一番差が出たかなっていう部分ですけどね、これ新しい iPad 9.7 インチはこのようにね8メガピクセルでフラッシュとかライトがないんですよね。で、プロの 10.5 インチは、これフラッシュ、ライトがね、ついております。12メガピクセルなんですけども。で、これ室内のね、明け方薄暗いところで撮ると、iPad 9.7 インチはこんな感じなんですよね。ちょっとね、写真動画ともに、少しね、やはり、これ撮影条件としては厳しい感じがします。で、プロの 10.5 インチは、これフラッシュだとね、このぐらいは撮れますよね。そして、動画の方もですね、このぐらいは撮れるということでですね、このあたりねちょっと差が出ます。しかしねこれ屋外のね晴天時なんかで光のいいところだとねこのぐらい撮れちゃうのが iPad 9.7 インチで、これ 10.5 インチとね、こんなようなね感じの違いになりますけども、これね露出調整とかはねしないで撮ってますから、こんな感じでね、少しね、縁の違いが出てこれねプロの方が明るくは撮れていますけども、であとはね画角がね少し違うみたいですよね。この画角の違いは慣れればね済む問題ではあります。で同じようなね角度で動画を撮りました。でこれ iPad 9.7 インチは 30fps までなので、こんなような感じに撮れます。そして 10.5 インチプロ、これはね 60fps までね撮れるんですね。で光学手ブレ補正がついております。だこの光学手ブレ補正のね差っていうのはねこういう感じにはね出てくるは来るという、そんなような比較でございますけどもね。あとはこう 30fps のねフレームレートの、このガーってこうね移動した感じ
流して取る感じだとやはり少しねざらつきは出ますけども、まあこの iPad Pro 10.5 インチはですね 60fps なので、まあそのあたりがね、まあこの動きにはこちらの方が強いというね、感じでしょうかね。ただですね、まあこういった動きの大きいものはね、差が出ますが、まあこうやってね構えてね、これカメラ静止状態で、まあ、こう撮る分にはですね、まあ綺麗な映像が撮れてですね、まあそんなに大きな差があるかというとそうでもないというね感じでしょうかね。そう、こんな感じでね、まあ慣れてくると光学テーブル補正があるないはこういう映像ではねあまり差が出ないですよね。であとはまあこれ手持ちでね歩きの部分は、まあ、このテーブル補正ねないですからね、まあ、少しね左右へのブレはあるんですけど意外に自然に撮れますよね。でこれ対して、プロ 10.5 インチこれは光学テーブル補正がねついてるんでね、まあ、やはりね、滑らかにはなるんですがね、たまにこの補正が悪さをしている感じはあります。まあ、こんなようなね違いですけども、まあ、このあたりね慣れでカバーできそうな気がします。はい、そしてお次 Apple Pencil の書き味でございます。でこれねやはりねこのディスプレイがこの iPad Pro はねフルラミネーションで、この iPad 9.7 インチはねフルラミネーションではないんですよね。まあそれでまあ違いはやはりここ、そう、少しね奥まったところに液晶があるような感じになるんですよね。これはねフルラミネーションではないので、でこれプロの 10.5 インチはねフルラミネーションなので、まあこのようにですね液晶がね近いんですよね。だまあこの違いがですね、もうアップルペンシルを使った時に、まあ、どのようなね書き味の違いがあるのか、あとはまあこれねリフレッシュレートが60と120の差があります。でまずはね手書きノートアプリグッドノート4ですけども、まあ、これについてはねまずねプロ 10.5 インチ、まあ、非常にですねこの狙った位置にペン先が行くっていうのと遅延もなくてね書きやすいんですよね。まあ、この有料アプリグッドノート4はね私非常に重宝しているアプリです。でこれ iPad 9.7 インチはどうかというと、まああのね、まあ普通に使ってる分にはねほぼ差を感じないですよね。ただこうやって映像に撮ると少しだけ、プロ 10.5 インチよりも遅延が、ね、あることはね確認はできるんですよね。ただね、まあ、このグッドノート4については、まあ、こうやってね普通に使う分にはね、まあ全然ね問題を感じないぐらいね、まあこれね普通に書けるということで、だからねこれ手書きのノートアプリであればね、まあこれ問題なく使える感じです。でお次、Photoshop Sketch というねお絵かきアプリですけども、まあこのあたりだとねどうかというと、まあこれプロ 10.5 インチだとね、まあそんなにこう遅延もブレもね感じなくて狙った位置にねもうペン先がね行く感じを受けていまして、まあ非常に書きやすいんですよね。まあこういう感じで、まあ自然に普通のペンと同じように使えます。で対して iPad 9.7 インチだとですね Adobe Photoshop Sketch については、まあやはりね少し遅延を感じるんですよね。あとはペン先の狙った位置がね若干こうねこのゆっくりめ丁寧めに書かないと、まあ、うまくいかないという部分があるんでね、まあここのね部分では少しねやはり差があるようですよね。だまあこれはね、ある程度覚悟しないといけません。そしてクリップスタジオペイント、まあ、これはあの漫画とかイラストをやってる方がね、使うアプリですけども、まあ、これね鉛筆書きみたいのでね今やっていますけども、まあ、このアプリについてはねまあそんなに大きなね違和感はね感じずにね書けていますよね。まあこれちょっとね鉛筆書きっていうのもあるんでしょうけども、まあ比較的ね、自然なタッチで書けるなという印象ですね。まあ私そんなにねペイント系のアプリはね得意じゃないんでね、まああんまり上手じゃないんですけどもね。だからまあこれねアプリによって非常に違いはね出たり出なかったりなんですよね。ただね、このクリップスタジオでも、この iPad Pro 10.5 インチをね、その直後に使ってみるとね、
やはりね、駆け足はこっちのがね、駆けやすいなっていうのはね、まあ、これ正直なところありましたよね。やはりね、狙った位置に、ペンが行きやすいってことと、まあそれと、まあこれ速さについてくるっていうことでですね、まあこのプロだけね、色付けなんかもやってみましたけども、まあこのね、スムーズな駆け足、非常にやはりね、iPad Pro はね、いいなっていうことでね、だからまあこれね、お絵描きとかね、まあイラスト系、そのあたりをね、主体に考えてる方はね、まあやはりプロの方が満足度はね、高いんじゃないかなと思います。ただ慣れでカバーできる部分もあるかと思います。で、その他ね、気づいたことですね。こちら、マイクロソフトオフィスがですね、iPad 9.7 インチは、無料サイズ内なんですよね。まあそれでスピーカーはね、まあ差があるはあるんですけど、そんなに使ってると気にならなくなりますよね。その他 Wi-Fi モデルということもあり、バッテリーの持ちが非常に良かったです。ただ充電時間は少し時間がかかります。であとはね、ゲームとか動画編集はね、まあ不自由を感じるようなパフォーマンスではなかったんで、これはね、問題なさそうですよね。で、その他まあカメラ関係で、書類のスキャンなんかは光の状態がね、良好な場所の方がいいみたいですよね。で、こちらね、価格差はこのようなね、感じになっております。まあこの価格差とね、まあ性能との、まあこの兼ね合いをね、どう見るかというところがポイントになってくるんじゃないでしょうか。はい、ということでね、まあ私が使うならっていうとね、まあどうしても iPad Pro 10.5 インチをね、先に使ってましたからね、まあこれ感覚が贅沢になってます。で、やはりね、まあ私が使い続けるのはこっちかなというね、まあそういう、まあまあ、当然の結果っちゃ結果なんですけども、まあこちらになりました。ただですね、もしこの新しい iPad とね、ペンシルだけをね、これ最初から使ってたらね、まあそんなに不満が出るかっていうとそんなこともないというね感じで、まあこれ使い方のね、慣れと工夫次第でね、十分仕事にも使えるんじゃないかというね、まあそういう感覚を得ました。まあそれでこちらのね、iPad の方の行方ですけども、で、こちら4月から大学に通うようになった甥っ子にですね、使ってもらおうと思います。で、これはもうね、当初からまあ計画してたってしてたんですけどね、まあ新しい Apple Pencil をつけてね、これ大学生活にね、活かしてほしいということでね、まあもともとね、iPod Touch はね、使ってたみたいですけど、まあこの学生をね、対象とした Apple のね、iPad をぜひね、使ってほしいということでね、まあこれ無料アプリがね、どんだけ活用できるかなんかっていうのもね、含めて、まあちょっとね、1、2ヶ月後にね、まあちょっとまたインタビューしてみたいですけどね、まあそれにしてもね、順応するのが早いですよね。非常に楽しみなユーザーでございます。それでは今日はこの辺で。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。